さあ、ということでやってまいりました。任天堂スイッチスポーツ。これはジョイコン振り回して、まあ、スポーツするよってゲームだ。Wii でやったね、Wii スポーツ。あれ俺大好きだったんだよ。これが面白くないわけがない。寝癖ひどいな。寝癖やばいな。こことかやばいね。まあ、最悪ね。最悪ここでちょっともう、Wii スポーツしようか。まあ、まず男なら最初はチャンバラじゃないこれやろう。対戦相手を探す。これ何？あ、そういう系か。まあいいだろう。NPC じゃつまんねえよ。ニックさん、対戦よろしくお願いします。武器を持つ手を選んでください。まあ右で振った方がいいかな。何？刀、シンプルな基本のスタイル。一撃のパワーは3つの武器で最強。チャージ刀、ガードでエネルギーが溜まるスタイル。チャージゲイで反撃だ。ツイン刀、2本の刀で戦うスタイル。なるほど、チャージ刀。これに俺はね、心、奪われたぜ。チャンバラの遊び方、チャージ刀編、始める。ジョイコン画面の中心に向けて、押してください。ボタンがある面を自分に向けて、語れるジョイコンを持とう。はい。ジョイコンを上下左右に動かすと剣も動く。あ、ほんとだ。あ、なるほど、こういう感じか。もっと、俺はこう行きたいけどね。こう、あ、いけるじゃん。いける。ZR 押してる間、ガードできる。ああ、なるほど。ああ、ガードも変幻自在と。ガードで攻撃を弾くことができる。自分と相手の剣をクロスさせる KO。クロスさせる。相手の横切りが来る。あ、なるほど。横切りに対しては縦切りか。縦ガードか。はい。次は縦切りが来るから横ガード。実に面白いな。こういうゲームを求めてたんだよ、俺は。斜めが来る。斜めに、あ、なるほど、難しいな。斜めには、斜めに対応。そうか。いや、斜め切りされたらきついぞ。チャージ刀で攻撃をガードすると、剣にエネルギーが溜まる。やってみよう。OK。ほんとだ！剣がなんか、どんどん溜まってる。で、これで必殺技みたいな。エネルギーを溜めたら R を押しながらジョイコン振ってチャージ切りだ。へぇー！なんだ、ビームとか出るわけじゃねえのか、これ。ガードされずに攻撃当てよう。オッケー？余裕だろ。縦だったら縦でいいんだろ？あ、終わっちゃった。下からもいけんだ、下切り。なるほどね。横だから横。オッケー、危ねえ、ぶつかったわ。斜めにガードされたら相手のけどクロスしないように攻撃だ。なるほど。じゃ普通にこうでいいわけだ。これで基本は完璧だ。チャージ切りで勝負を決めよう。オッケー。なんだよ。もうあれなんだ、プレイヤー制になっちゃったんだ。絶対負けたくねえ、初戦。恋肉、あ、俺もこれいけるんだ。相手なんかちょっと太い剣だな。これ通常の刀か。俺はそもそもガードしなきゃいけないから。まずは、あ、なんか敵も滑ってこないな。ほらほら！オッケー。相手にならねえよ。なるほどな。落としたら勝ちなんだ。で、一方戦勝？オッケー。BO3 方式か。おい、ニック。ただ、こうじゃねえんだな。チャージ切りなんだよ。やっぱチャンバラ系が一番もれえわ。ほら、攻撃しこい。ほら。やばい。なんで攻撃してこねえんだ。攻撃の仕方分かってない？お、ニック。あ、いいね。お前も振ってこい。オッケー。いいよ。どんどん来い。どんどん来い。来た。で、ね、どこ押しながらだ？ R 押しながらだっけ？オッケー。絶対に決める。うわー！え、そんな飛ばねえじゃん。なんだこれ。普通に切った方が早くねえか。ほら。あー、これあれなんだ。体力はないんだね。とにかく落としちゃうが勝ちなんだ。おい、ニック。おい、肉見えとるか？あ、終わっちゃった。なんだ、じゃあ、普通に刀の方がいいじゃん。
まあ今日はこんなもんにしといてやるか、チャンバラの方は。じゃあ次はバドミントン行こうか。俺何を隠そう、高校時代はバドミントン部だったからね。ひろまささん対戦、よろしくお願いします。あれあれ、ルールは、ルールはなしか。まあオッケーオッケー、普通にやりゃいいんだろ。5ポイントで勝ち。オッケー、これはサーバーダニマズ、現役時代のあれが蘇るぜ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。もう足もバド部の動きになってるわ俺。ねやるね。おい、スマッシュ、スマッシュ、スマッシュ、シャー。これなんかあれだね、ちゃんとなってない。なんかもっと動きたいけどな。なんかもうボス狭いわ、あっちいし。ほらほら、俺バド部やってるやつならわかると思うけど、マジで俺バド部、これバド部の打ち方だからな。ほら、なんだ、右に打ちてえのに。ほら、おい、防御だけじゃ勝てねえぞ。ほら、クソダメだ、落ち着こう。たまには弱めのショットも必要。あー弱すぎたね、あれできないのこのゲーム。あの、なんだっけ、ショートじゃなくて。よいしょ。よいしょ。おれ、え、なんか、ボレーだ、ボレー。ボレーだっけ、短い時にポーンって落とすのできないのかな。はい。ほら。ほら。どうやったら仕留められる。動きすぎだよな。分かってる、こんなにゲームだから動かなくていいってことは分かってんだ。ただ抑えられない、バド部の血が。おれおれ、肩が痛い、いきなり振りましたから。弱みに打つ、弱みに、いきなり強く、いきなり強く。お前やるじゃねえか、ヒロマサ、お前才能あるよ。お前バド部だったり、さては、バド部じゃないなら高校からバド部を始めろ。お前うれうれ、オッケー。ちょっと待って、なんで引きこもりに辛いゲームなんだ。スマッシュちょっと多めに、強めに振ってみるか。ほいほい、ちょ、おい、こんなんじゃ俺は倒せねえ。次はバレーボール。バレーボールなんてね、Wii スポーツじゃなかったな。そもそもね、これでバレーボールをするっていう発想がないわ。あ、4人でやるんだ。エミリーさん、ミサキさん、ヘネさん、対戦よろしくお願いします。バレーボールの遊び方。バレーボールの基本レッスンを始めます。レシーブトス、スパイク。ジョイコンを構えてボールが当たるタイミングで振り上げる。あ、レシーブ。あ、レシーブ、これか。早速レシーブしてみよう。オッケー。さあ来い。ちょ待って。あ、もう来てたろ。タイミングが早い。早いんだこれで。マジで。え？これで早いんじゃ終わりだよ。あ、こんなもんでいいんだ。おい、サーブじゃなくてスマッシュさせろよ。じらすね。トスだよ、トス。オッケー。いやー、来い来い、あ、いいよ、来い来い。俺がやりてんだよ、それ。来た、ジョイコンを振り上げてジャンプ。え、俺がジャンプしないの、振り上げてジャンプか。まあいいや、振り上げた時に俺もジャンプすればいいか。あー、なるほど、そういう感じ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。これちょっと難しいかもな。これ遅いか、頂点に達するぐらいか。これ練習必要だな、3回じゃ足りねえぞ。キャルでしょー。オッケー、そういうことね、完璧。あ、ブロックもある、ジョイコンも振り上げてブロック。バレーボールが一番楽しいじゃんね。
なるほどなるほど、そういう感じか。これダメだ、ジャンプしたらさ、防音室の天井についちゃう。これ苦渋の判断だな。え？しかもできてないし。できた、こういうことか。さあエミリー頼むぞ。お、動けろ。あ、俺がサブか。よし、おれ。レシーブだよ。トスが来てからのレシーブ。俺にバカせろ。完璧、才能ありだなこれ。ただなんかいろいろ、あーでもちょっと遅れてるね。いや遅れてるからこそ相手は反応できんかったわ。おれ、下がり。レシーブ、レシーブうますぎ。よっしゃなんかうまくない。おい才能あるわ。おい弱えよ敵が。相手にならねえ。これジャンプサーブできないの。さあ来い、タイミングが、あやばい、俺も待ってねえわ。いやいや、1点も取られねえ。1点取られたら負けだじゃん。もう相手弱すぎるから。ほら、もっとサーブ強く打てるよなきっと。俺がタイミング下手なんだよなこれ。いや来いよ、遅い。さあ来い、てらー。うわっ、いいね。トス、オッケー、ナイス。エミリー、エミリーもやるじゃん。これ NPC じゃねえよな、本当にあれだよ、敵だよな。待って、サーブ早く打ってみたい。サーブ早く、あー打てないわ。サービスエースはない感じか。よいしょ、あー遅かった。俺に任せろ。なんで取れねえんだよ今のスパイク。めちゃめちゃ遅かったぞ。これ取れねえんじゃ終わりだよ。アキラさん対戦よろしくお願いします。これテニスあれか、シングルスのみか。あれダブルスじゃん。 CPU ってことか。あそうだ、どっちも俺がいるんだ。なんか気持ち悪い、何この分身体。汗やっべ、7ポイントか。ルールねえけど、まあ簡単か。おら、はい、俺はちょっかいらしくよ。俺はちょっかいらしくよ。おら、なんでこんな弱い、もっと強く打てよ。オッケー、俺に任せろ。で、ここで打つ、ここも打つ、完璧、取れないだろ、マジか。残念、それを逃すほど甘くない。俺は初心者であっても、なぜなら俺は中学校の頃ソフトテニス部だったから。公式テニスとは全然違うけど。さあ来い、ほら、相手にならん、相手にならん、相手にならんのか。俺が上手いのか、こんなに上手い自分に驚いたんだよね。バックハンド今のは今ので敵の動きすごかったけどな。え、リプレイで見て、おかしいよ敵の動きそんな動きができんだ。行くぞ、おれ、なんで横振りなんだ、残念。すごい、カットとか かけられるよ。オッケー、俺に任せろ。なんでこんなに私は強いんだろうか。これレートライのレート、レートがないと相手になんねえぞこれ。ほら、てれ、なんでしょぼいサーブだ。はい、お相手全員使えないよ。ゼオルー、終わっちゃった。あ、じゃあ7点か、これ7点だよな。さあ来い、おらあれ、これストレートだけ狙ってたら勝てるゲームになっちゃったの。落ちたな、 e スポーツの時と比べて。その程度か。はい、バックハンド。あえてここはちょっと遊ぼうか。もっとやらせろよ。え、ちょ、ちょっと待って、あれあれ、これちょ、あれ、なんか思ってたと違うな。ボーリングの人数多すぎない？間違えてない？あ、これは16人だ。やっぱみんな NPC じゃないわ。スタンプとか打てるもん。ほらすげえ、1回戦8以上で追加、なるほど。まあまあまあ、俺は
Wii U の時はね、自称神ってね、俺の中で言われてたからね。胸の前に構えて ZR を押したまま投げる動きをしてください。OK？どうだろう。え？ 2位？ 2位？ これで？ちょっと待って、これ狭すぎるな、部屋が。なんか多分ね、こうやったりこうやったりするとスピンがかかるはずなんだけど、ねえ、きついよな。もうマイクもここにあるしさ、ちょっときついぞ。あ、まだ1回戦なんだ。オッケーオッケー。あ、3投投げるのか。オッケー。で、これまず動かして、ストレートでいきますか。ストレートで。ストレートでな。おれー！まあ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 。ゲームであれば、ここまで来たらね、スペアはもう確定だろ。さすがにな。で、回転はかけずに、まっすぐ投げる。なんでかかる？回転かかっちゃってんのかな？おかしいなぁ。さあ、2位だけど、これは、投げる速度が、速いだけかな？みんなちゃんと投げてんの？これ。2回投げて、あれだったら相当下手くそだけどな。ちょっとね、逆にカーブ狙ってみてね。左カーブ。どう？これ。あ、かかった！あ、やっぱかかるわ。面白い。めっちゃおもれえわ。オッケーオッケー。で、あれば、こっから行くわ。こっちの回転。おい、うますぎか！逃しちゃったけど。ただ狙いは悪くなかったな。まあ、ストレートでよかったね。これはね。いったんじゃない？このレベルで2位なんだ。余裕だな。さあ、2回戦。5位以上か。あー、でもボーリングがさ、一番謙虚にさ、自分の実力出るからいいかもしれない。さあ、多少カーブをかける。えっ、あ、オッケーオッケーオッケー。注意されてた。ここぐらいから行くわ。かなりガッツリかける。おらお前、これ一番無理なやつやん。どうすんのこれ。いや、分かった。ストレートに投げて、ストレートに投げてだな。落ち着こう。ちゃんとストレートに、ふっと投げて、左に！まあ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 。いや、惜しいな。まあこんなもんなら。あ、未だ1位です。まあ9ピンとりあえず倒しておけば、1位にはなれる。もう一回超回転かけるわ。いくぞ。せーの！ほら！曲がりすぎ！物理法則無視！うん、そうか、そんな曲がるのか。いや、これはね、欲張らずストレートだね。ちょっと安直に行き過ぎてか、上から見せてほしいよね、ピンを。真ん前からだとさ、どこが残ってるか分かんねえじゃん。だが、いまだ1、OK。ラスト。あんなに回転かかるんじゃ、俺もこっからやるわ。いくわ。うらぁ！あれ、かかんない時があるなぁ。マジでむずいわ。これ、テクニックが必要でいいね。これはね、はい、これ出ました。これはね、カーブをかけながら、軽くカーブをかける。怯えが出たね、今俺のね。余裕です。ね、これ本当に CP じゃないの？なんか CP がスタンプ押してるだけなんじゃねえかと思い始めてきたぞ。準決勝。6人中3位以上か、OK？ ちょっと俺もスタンプ押しとくか。あ、押せんかったわ。まあ大体掴んできたよ。多分みんな初めてなんだろうな。この辺で緩いカーブかな。この辺で、緩いカーブ。いやー、惜しいけどね。もう掴み始めてるね。で、こんなのはカーブとかかけなくていい。普通に、取れば OK。これなんかね、真ん中投げようとするとちょっとなんかシュート回転かかるね。それが、良くないが。まあ、直せるだろう。決勝までには。
がっつり行くぜ。これでもかってくらい回転かける。いくよ。うわー、なんで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 、逆にもう一回いくわ。大丈夫、スピアまだ狙いで落ち着いて。俺は1位なんだ。どうだ、かかった。だからもう調整がむずすぎるんよ。曲がるときと曲がんねえときの差がわかんねえ。さあ、とどめの一撃だ。うわららなんだろう、自分が思ってるよりも俺はこう投げちゃってるのかもしれないな。こうだね、こうこう、ひねりをかけてこう。いやー、これスペアでもよかったけどな。これはゲームが厳しいです、普通に。めちゃめちゃいい運動になるわ。とんでもない量の汗かいてるからね、今。風呂だよ、この後普通に。ファイナルは3人なんだな。さあ、息の根止めたるわ。まだね、ストライクを取ってないんですよ。ストライクはしてね、わかった。じゃあ、俺、あえてど真ん中で勝負するね。行くぜ。うれぇ！じゃあ次は、いや、俺やっぱ、男は黙ってストレートでしょ。ズブレー！ちょっと。なんか、気ぃ食わんな。今何らかのね、任天堂の圧を感じましたね。ストレートでいいんだよ、ストレートでいいんだよ。オッケー、危ねえ、スペア。ストライク、スペア。もう一回投げられるな、これ確かな。ボクシング、じゃなくて。あ、わあ、終わっちゃった。101-68。圧倒的じゃん。まあ、この時間帯はまだあれか。子供たちが、やってるのかな。深夜にやって大人戦いたいね。相手になりません。